お疲れちゃんです、ラットです。今日はまあこれ2本目ですけども、こちらよいしょ、はい、ラバでございます。ラバ久しぶりかな、ラバはというか多分意外とないか、結構ラバは珍しいかもなんですけど、時代がちょい来ましたね。ラバルじゃなくてラバディガの、まあ、時代ですね。前もまあ強かったんですけど、ちょいラバディガがまたそんな使われてはないんですけど、もうなんか数人がそのラバディガを使って無双してるっていうわけであって、まあ今流行ってはないんですけど、まあ流行ってないからこそ今ねこちらのラバディガを使ってまあ無双してもらいたいなと思います。はい、ってなわけでこちらのラバディガなんですけど、ドラドラの、まあ、ホバリングは、まあ、正直メガゴでもいいなんですけど、まあ、ドラドラが大事で、スペルもポイズンが大事っていうのがすごい大事ですですね、まあ、とりあえず今スケラが多いから、なんでまあスペルがポイズンでございます。そのスケフリだったり、まあ、スキボーに対してやっぱスペルがファイボだとなかなかスケラがしんどいから、結局ポイズンが良くて、でドラドラがと何で多いんだろうな、まああのあれですね、やっぱスケラとかもですし、ちょいエレキが言うほどいないっていうか、まあ、エレキがいたところでなんですけど、結構ゴレもなんかポイズンとかゴレポイがあるからインドラが強くて、ライトニングじゃないですからね最近、インドラが強くて、またそのスケラとかもアイスウィズベビドラとかメガゴとかに対してインドラがすごい強い。今インドラが来てるんですよね。そうだからラバインドラの、まああとはベビドラも優秀で、これ発揮だな、そう優秀で、あとホバリングが、まあ、個人的にホバリングにしてるだけなんですけど、そのメガゴかな、テンプレ的なのメガゴだったんですけど、ねやっぱポイズンとかライトニングやっぱ多かったのでホバリングにしましたね。そしたら結構ホバリングが無双してくれてたんですけど、マルチは話が別だ。そうグラチャレとかでめちゃめちゃ無双してたんですけど、やばいこれ、いや全然ある全然ある、これロリって、いいよ、ターゲットが優秀だった、ギャングでしょ、コウモリか、やりごぶね、まあ何でもいいんだけど、よし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 、もう一発、オッケー、これ無視したいけどな、まくるな、光ったディガーで防衛して、あと125だな、これは美味しいな、相手ファイボで対空結構多いから、ギャングコウモリアウトロー結構美味しいですね、今のところ流れとしては美味しい。これ来るでしょ、ファイボ垂れるかな、インドラとホバにコストないか、でもユニットで受けてくる、でもこれ多分ホバリングワンチャン入るんじゃねっていうあるっすよね。おい君ら多いな、いやー使いたくないな、まあ、使って相手になんかユニット咲かせて左落としたい、アウトロー来たらポイズン打ちます、いやもったいないか、これなんか右側攻めた方がいいですね。さあたこれ無視するんだそんだけどユニットがないからディガーで左落としに行こう、いや落とさない方が良かったな、キングタワー起動するわバカだわ、まあいいで、これポイズン打っとくか、打っときましょう。で今回ディガーがないから、まあ、そこまで攻めないパティンですね、 OK で後ろから展開すれば相手からしたら結構苦しいから、迫撃はボス切れてあげとる、そう相手は多分結構これ苦しいんですよね。いやロリババかな、ちょっとな活躍してない、まあまあやばい、相手のザップが地味にうまい、やばい待ってこれ反撃が痛いな、やばそんなすぐ解けるけどビビドラがちょっとだけ入る、いや待ってよ、さてこれ相手がうまいぞ、めちゃんくうまい、まあ言うてね、アウトロ来たらロリババでオッケー、やっと仕事した、ホバリングも出してディガー来るのかな、これオッケー、いいよホバリング優秀、インドラも優秀、やばいザップがやばい、来たカウンター、
ここですね。ここでしっかりと狙っていきたいけど、アウトローが出てくるよね。そりゃそうで、ここでコウモリが来るから。ビビドラ。急げ。ポイズの力だ。オッケー。いや、いいよ、勝った。で、やりこぶが多分この奥の辺に、ぴょぴょぴょんって、出てこなかった。けど、もうこれで相手はファイブをホバリングに打つか、パピーたちに打つか。よいしょ。いやー、いいですね。マジで。これ、普通に強い。めちゃくちゃ、さっきグラチャレ、何本かな。5勝2敗とかかな。から使って、無敗で、そこからしたら5、2から12の2敗までグラチャでクリアしましたね。まあ、ペッカ工場とか、あとはババコヤの親衛隊のギャング吹き矢みたいなやつとかは多くて、まあ、結構やりやすかったですね。そう、その前の、前の環境のババコヤとかも多くてですね。3死がちょいしんどみ。いやいやいや、ディガー12ってやだな。墓石とディガー12、これあれっすね、もしかしたら害悪超絶。なんだこれ、普通に遅延ディガーみたいなかな。最近流行りの普通にアイスイズボーラーベビドラとかのディガーって珍しいんですよね。いや、ないんだね、君。何のデッキって感じっす。あー、やばい、それだるい。大丈夫。オッケー。これででもあれ。あ、待って、やばい。そっちターゲット取ったらよくない。まあまあまあ、これ。あー、ちょっとよ、やばいかも。まあ、言うても、これ、ポイント打っときますか。怖いけど。こそ使いすぎな気がする。うまかったら、もうここで端前で、ジャイからの、なんかしてくるんだけど。あえてエレキあるのか。アイスイズエレキボーラーのジャイか。あー。しかもディガー。やばいな。やばいデッキだな。やばいデッキが意外と強いんですよね。よいしょ。ふーっと、まあ、墓石。いや、なんすね。今シーズンも、マルチのトロフィー勝負をするんですよね。前シーズン、ライキさんと、僕と、テンゴッド、あと誰だ？あ、焼き鳥だ。の、4人で、ドラッグ勝負をして、敗者が、誰だったかな、ライキさんだ。そのライキさんが敗者で、やばい、あぶね、待って、めちゃんこなんか、そう、負けて、だから焼肉をね、もうこの動画撮ってる日に奢ってくれたんですよね。いくらしたかな、いくらしたか、まあ言わない方がいいか。で、まあ、今シーズンもね、やろうってなって、結構大事なんですよね、意外と。出費が痛い。だから、そう、僕はもうただ飯をいただいてますね。そう、だから今シーズンもしっかりトラゲね、頑張りたいんですよね。だから、これやばいな。言うて結構やばいかも。これメカゴ来るっしょ。いや、ホバリ来るか。いや、ファイボー？あ、ザッパイでミスったー。で、エレキだ。ズシャン。いやー、助かる。今の相手がザップミスってなかったら普通に守られてたかもしれない。あ、やばい。セーフ。オッケー。いや、順調ですね。まあ、しょっぱな、てか、普通になんか、立ち回りとかは、微妙かったけど、言うてね、言うて、あ、これファイボーやってたんだ。ファイボーとポイズンやりつつ、まあ、ポイズンの方が良かったっすね。よし、よし、5-6だ。5-6だ。で、テンゴットが、なんか、さっき5-6か5-7あたりウルトルしてて、さっさとらあげんかい、みたいなの言ってきたんで、抜かしときたいんですよね。あれ？ただ彼沼った説あるな。あれ、いない。いないや。まあいいや。よいしょ。さあ、本日ラスト。3連勝ね。3連勝。今日も3連勝したいな。3連勝したい。さあ、まあよろしくで、結構、ラバルだったら、ラバからのバルーンとか、ラバからの、まあ、メガコとかで、ラバ展開で形を結構作ると思われるんですよね。まあ、個人的な意見なんですけど、ラバディガは、結構ユニットからラバ。ユニットからラバが結構個人的にはいいと思ってますね。なんか、もうラバとメガゴだけとか、あ、メガゴじゃない、ラバともうインドラとか、ラバとベビドラだけでもカウンターになれば、ディガーでね、その後攻めれるから、
結構だからラバ展開はあんましないですね、僕的には。やばいなこの人、フリーズワンちゃん来そうじゃない？今危な、すごいですね。だからこういうところでラバを出したいんですけど、コスト、あー、まあいいや、これはいいや、これ多分大丈夫でしょ、これ大丈夫だ、美味しい。ここでまあこういう時はね、さすがにもうラバ展開でいいんですよ。今アドを結構取れたんですよね、相手のフリーズによって。ホグインドラをインドラボス的で守って洞窟なのに、そう、そこで相手フリーズ裂いたから結構アド取れてたんで、まあこういう時はね普通にラバ展開なんですけど、まあ基本的には防衛してカウンターが結構いいかなと思いますね。でここはちょテスラとホバリン、イントラがね厄介なんでポイズンで溶かす。 OK。 でヤナメか、ホグフリヤナメのイントラ、イントラさえ気をつければまあなんとかなるかな、することないから。シマエロリババで墓石置いときますかね。ここに2発入る。ああ、まあまあ。で、こういうところは、ああ、やばいな、なんかデッキが。やばいな。ホバリングからの、いらないか。これ多分、インドラが来るかな。このベビドラに対して多分、インドラ、おお、やばい、相手。相手の攻め方がなんかやばいんだけど。やば、なんか、やばいんだけど、マジで。マジでやばいんだけど、もうこれはね、いいです。で、これ多分インドラ合わせてくるから、これはいいや、ポイズンからのディガー飛ばして、でもやば、なんか相手のほんとやばいんだけど、やばいんだけどしか言ってないんだけど、やばい、え、待って、やらめだ、やらめだ、そうだ、やばい、やばいんだけど、マジ。で、ホバリング遠めにして、やばい、やばい、やばい、待って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 、やばい、やばい。いや、まだ参る。いや、待って、もう無理。時間ねえ。待ってー。ちょい、待って。あ、待って、これ右だ。正解は右だ。いや、でもバレてる。ちょーっと待ってくれー。これはなー。いや、いや、ま、追いつけ、追いついた、追いついた。待って、もう一発。あー。あーですよ。あーですよ、これ。いや、マジ？なんか。負けた気がしないんですけどね。何これ。何これ。でもやっぱフリーズ流行ってますね。本当に。いや、マジか。なんかこれに負けたのはなんかショックですね。普通にショックだ。気づいたら、気づいたらおられてたな。まあ、もうちょい、もうちょいビビドラとかで防衛してよかったかな。ぐらいですけど、まあ、さすがにね、こんなデッキあんまいないですから。結構まあ、今時のテンプレとかには、本当に勝率がいいデッキだと思うんで、はい、ぜひぜひ、結構意識的には、まあ、ユニットからカウンターをまあ僕のやり方なんですけど、結構意識していいかなと思います。はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。相手がケツペッカとかケツゴレとかだったら、まあラバがあるならラバからのインドラとかでもいいですし、普通にインドラから展開でも全然いいんでね。でそういうところでエレキとかユニット使えたらしっかりポイズンとかロリババで処理すれば全然ね大型にも優位で立ち回れますし、そこからね、端前ラバーでまたディガーとか、後ろからユニット付け足しで結構いいと思うんでね、はい、ぜひぜひこちら、普通に強いデッキだと思うんで、ぜひ使ってみてください。というわけで、今回2本目ですね。お疲れ、あれ?2本目なんですけど、まあ終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。